いつもご覧いただきましてありがとうございます。マンション評論家のマンションマニアです。今回ご紹介するマンションは、パークシティ、柏の葉キャンパス、サウスマークタワーです。柏の葉キャンパス駅からですね、徒歩4分、開発エリア内の南側に位置しているというのがですね、今回売りとなります。 そのため、よほどのことがなければ、南面のですね、最高、眺望が失われることがございません。総個数は364個。1LDK から 3LDK まで。占有面積は44.92平米から91.68平米。地上29階の面心タワーマンションです。 今回大きな特徴なのがタワーマンションなんですけども L 字型の土地形状になっていて土地の使い方がですねすごく贅沢ですねこちらこの部分だけが住古島になりますでこちら画面向かって下の方ですね下の方が南向きでこの空いてる部分東側なんですけども社宅と分譲マンションが来ます こちらのサウスマークタワー目線で15回16回ぐらいになると東も抜けるかなという形になりますね。 南側に関しては小建てですので、まあ、低層階段も抜けてきますが、まあ、念のため中層階以上買っておいた方が、えー、将来的にですね、え、長房細工が失われる可能性は低くなるでしょう。で、西側の方、こちらはもう、え、前作の、えー、サウスフロントですね。ユニバーサル、えー、塔もこっちにあって、まあ、いわゆるこんにちはになってしまうので、今回、西側条件は悪いですね。で、こっち、線路も通っております。 敷地の北側ですね。こちらは本当に贅沢な使い方で、駅からの動線でエントランスアプローチが、コミュニティパークとシーズンプロムナード。で、ここに共用施設ですね。これは集会室としても使えるんですけども、日常的には開放するということです。で、こちらですね。駐輪場に、自走式立体駐車場。そして、平置きの駐車場ということで、 まあこれはですね、タワーマンションではなかなか見られない土地の贅沢な使い方ですね。常磐道の柏インターチェンジも近いので、車移動メインだよっていう方も非常にいいかなと。ただですね、今回残念だったのが、まあ建物こちら、駐車場こちら、まあそれなりにここ距離あるんですけど、まあそれ自体はいいんですけど、屋根ないんですよ。 なんで屋根つけないんですかね。だから重い荷物を、えー、持って、こう歩いて建物内に入る。せっかく車を持ってるメリットが薄れちゃいますよね。ここは屋根つけてもよかったんじゃないかな。外観デザインなんですけど、今回、ぐわががが,ががががががー。 もう一回行きますよ。ガガ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 ガこれはすごいですね。これ南西の角重工なんですけど、まあ下はこう一見普通なんですけど、上に行くにつれて、ややダイレクトウィンドウに近くなって、最終的にはダイレクトウィンドウにしちゃってます。なので、 Y 字のように見えるんですよね。まあ、かしわの葉っぱのような。あとなんかもうロボットみたいですよね。まあ、つくばエクスプレスの車両もこんな感じのデザインですけど、これエリア的にこのデザインは大きく評価したいですね。これはかっこいいですよ。こちら共用施設ですね。まあ、こちらはラウンジになるんですけども、今回特徴的なのが、1階に、えー、共用施設を集約してます。 キッズルームやパーティールームですね。で、タワーマンションなのにパーティールームが1階かよと思わせつつも、屋上テラス用意してますね。柏のアキャンパスのタワーマンで屋上テラスっていうのは初だと思いますね。なんでパーティールームは1階なんですけども、屋上テラスを設けているというのは大きな魅力でしょう。それではですね、まあ、今回のデメリットをお伝えしちゃいます。 もうデメリットは、設備仕様がきついんですよね。幸いにも、ま、ディスポーザー、食洗機つけてくれてるんですけど、いや、いや、洋室、ブラケットライトやっちゃってますね。これ一応、タワマンですからね。でこれ、まあ、ずるいことに乗っけてないんですけど、驚く中でトイレは古めかしいタンク式なんですよ。 いや、今時のマンション、しかもタワー歌うんで、それやっちゃダメでしょって感じですね。もう設備仕様に関しては、タワーマンらしい味付けが一つもないです。ただ、構造面に関してはやっぱタワーマンらしいですね。買い高をですね、3.2から3.3くらいは取ってます。一般的なマンションだとまあ3メートルあればいいってところで3.2から3.3取ってますので、基本天井高が 2600確保できてます。で、差子高も2100なので、まあ、千葉のマンションとしては十分ですね。はい、式杯見てます、えー。今回、安心してください。各界ゴミ置き場がございます。これはターマンらしいですね。でまあ、今回、外廊下になります。外廊下なのに、まあ、さっきの設備仕様の話に戻りますけども、 可動式ルーバー面合紙なしです。嘘だろう。エレベーターに関しては、えー、4機あります。で、前回停止ですね。小当たりにすると約、えー、91個。 なので、まあ、29階建てであることを考慮すればですね、購入者を、まあ、不安にさせるような設置率ではありません。で、各階のゴミ置き場回収時だけは一気を止めて、えー、回収用として利用します。間取りに関しては楽しいですね。まあ、これはハセコーらしさは出ちゃってますけど、まあ、京廊下と玄関部分は奥まらせてくれてますね。ああ、これ、トイレの部分。 いやー、トイレ、手洗いカウンターなしなんですよね。これ、タワーマンでこれやるかーって感じですね。これは残念だなー。で下がり天井に関しては、まあまあ少ない方ですね。タワーマンにしてはまあ楽しなので少ないです。まあただ図面見るときですね、この間取りで言えば、 まあ19階から29階のみ、まあ、端っこが1 5ンチ下がっちゃいますよっていうところで、まあ、回数によって下がり方が違うので、まあ、この図面集見るときは、えー、必ず検討している部屋がどうか検討している階がどうかっていうのはです、ね、チェックすべきですね18階だったらここが全く下がらないけど19階えから上になっちゃうと、えー、1 5ンチ下がるでしかもまあ幅もちょっとこう出るので、まあ、当然出ない方がいいですよね 今回 1LDK があるんですけど44.92平米で結構間取りがいいんですよね。洋室もバルコニー側に持ってきてますし、これお風呂のサイズ1418なんですよね。まあトイレは洗面インにはなっちゃうんですけど、もうお風呂のサイズ1418は立派ですよね。で、キッチンを見ても三つ口コンロで食洗機ありっていうことで、もっと他の広い部屋の ギュッと縮めたどころかもうそのままそっくり持ってきたっていう感じなんですよねこれはいいですねで今回 2LDK で結構面白い間取りがあるんですよねこれ60.59平米の 2LDK なんですけども角重工になっててバルコニーがすごく広いんですよ これちゃんとコーナー冊子になってるんですよねでこれ西側は、まあ、こっちですねこっち側は、まあ、ここにサウスフロントがユニバーサル島が来ちゃうので、まあ、ここはこんにちはになっちゃうんですけどこっちのリビングダイニングの方これ北側ちゃんと窓あるんですけどこれ敷地で見ると、まあ、これですねで北がこう上に向いてるんですけどこれ 長いアプローチ方面を見ることになるんですよ。この風除室の上のとこなんですけど、まあ西はちょっともう寝室の方はもうこここんにちはになっちゃうんですまあ寝室であればカーテン閉めっぱでいいと思うので、この北側の窓ですよね、これ。まあシーズンプロムナードコミュニティパークで結構植栽豊かなものにしてくれる、このエントランスアプローチ方面を向くので、 この先に一番街、タワーマンションあるんですけど、距離あるので圧迫感感じないと思うんですよね。で60平米の 2L なので、まあファミリーでも行けますよね。結構洋室も綺麗なんですよね。ダブルベッドも入りますし、まあこっちも4.5畳ではあります。 けどもね、まあまあ60平米の 2L でまあ十分な広さじゃないかなとで浴室もちゃんと1418でまあウォークインもありますしね、まあ、ここに何度もあってシューズインクローゼットでこれで3700万円ぐらいなんですよねそれで買えるんであれば結構条件いいと思うんですよね これ単価にするとツボ200ぐらいからですね。で、まあ、さっき述べたように、これエントランスアプローチ方面向くので、まあ、低層階でも緑眺められるんですよね。これでツボ200ならいいと思うなぁ。 全体的な、えー、総評やら、まあ、細かい価格等についてはですね、後日ですね、えー、メインブログの方で記事化いたします。まあ、第一期でですね、条件良い部屋選ぶには新築の中ではいいんではないかなと。ただ、マンション内格差が大きくなりそうなんですよね。 ま、他にタワーマンションも、まあ、あるエリアなので、まあ、他のタワーマンにはないような条件良い部屋を買うっていうのがコツになるので、まあ、ここ欲しいって方はもう第一期で条件良い部屋を掴んじゃうのがいいですね。で、そのおすすめ10個はですね、メインブログでも記事にいたしますので、えー、ご覧いただければこれ幸いでございます。ご視聴ありがとうございました。